旭川レーシングセンターは、北海道旭川市にあった北海道競馬の場外、勝馬投票券発売所。本項目では2012年まで併設していた、競輪場外車券売り場、サテライト旭川と2013年より開設している J プレイス旭川についても記述する。1987年10月に、ボーリング場だった建物を改装して開設。 翌年に開設されたハロンズ岩見沢と共に居住快適性を重視した大流型の大型場外施設として定着。2006年度まで万ニ競馬の運営実務を担っていた一部事務組合、北海道市営競馬組合の事務所も併設していた。施設を運営する北海道レーシングセンターは西山牧場の関連会社でグループ他社からの出向なども行われていた。 朝日川レーシングセンターが開設された時期は、バンエイ競馬、北海道競馬ともに、馬券売り上げのシェアが開催本場中心から、場外中心にシフトしていった時期と重なる。地方競馬市、第4巻104ページによると、バンエイ競馬の総売り上げに占める、場外発売のシェアは、昭和60年度に27.2%であったが、昭和63年度には54.7%と、 なり、本場売り上げを上回るようになった。北海道競馬も同様で、昭和60年度は、総売り上げに占める場外発売のシェアが22.6%だったのが、昭和63年度には69.4%となっている。解説以来、1階で万栄競馬を、2階で北海道競馬を場外発売してきたが、万栄競馬は2009年に、 単独の専用場外、レラスポット北、たサイトを旭川市内に開設し移転した。バンエイ競馬の場外発売終了後、空きスペースとなっていた1階は、競輪の場外発売施設、サテライト旭川に転用され、2011年9月17日より発売を開始した。2012年3月には、旭川市生まれのタレント、 やべみほう名誉所長に就任させるなどの手こ入れも行われたが、売り上げの不振を理由に2012年10月1日、限りで車検の発売を終了し、わずか1年余りで閉鎖となった。発売最終日以降は、有効期間が残存している、適中車検の払い戻し業務のみを行い、12月1日の払い戻し業務をもって閉鎖した。 施設が老朽化し耐震上の問題があることや駐車場が不足していることなどの理由から2018年3月18日限りで施設全体が閉鎖された。北海道競馬の場外馬券発売所は市内のショッピングセンター内に相場朝日川として移転開設され2018年3月28日に営業を開始した。なお、当施設の跡地は 地元のバス会社である旭川電気軌道が建物付きで取得し、建物の解体後に当面はバス待機場として利用しながら将来の活用法を探るという。北側にある正面入り口のほか、南側の駐車場にも出入り口が設けられている。館内にエレベーターやエスカレーターは設置しておらず、2階の北海道競馬発売所へは階段を利用する。 場内はすべて自由席。2012年11月より一部座席が禁煙席となり、分煙化された。2012年12月1日をもって閉鎖。2013年3月23日より、二回発売所において、日本中央競馬会からの委託により JRA の全レース場外発売を開始した。長年連は、 インターネット投票でしか購入できなかった JRA の馬券がようやく旭川市内でも購入可能となった。前日の通り2018年3月18日をもって閉鎖され同年3月28日より相場旭川に移転する。全レース100円単位。発売、立地区場外発売のみ、発売なし函館競輪場の場外発売を中心に 全国各地の競輪場を発売していた。2012年10月1日をもって、車検の発売を終了した。北海道競馬立区の広域場外発売時は、各主催者が発売している掛け式に準じて、すべての掛け式を発売する。なお、枠一重を発売する場合でも枠一重のオッズ表示は行わない。日本中央競馬会当日開催している。 競馬場の全競争を発売。GI 競争に限り、前日発売も実施。ありがとうございます。